シャルル・カミー・ユ・サン・サーンスは、フランスの作曲家、ピアニスト、オルガニスト。内務省に勤める管理の家庭に生まれるが、生後数ヶ月で、父親は亡くなり、母親と大婆に育てられる。モーツァルトと並び称される振動で、2歳でピアノを弾き、3歳で、作曲をしたと言われている。また、10歳で、バッハ、モーツァルト、ベートーベンたちの作品の演奏会を開き、16歳で、 最初の公共曲を書き上げている。1848年に13歳でパリ音楽院に入学して作曲とオルガンを学ぶ。特にオルガンの即興演奏に素晴らしい腕を見せ、1857年から1877年にかけ、当時のパリのオルガニストの最高峰と言われたマドレーヌ教会のオルガニストを務める。百六十一年から十五年にかけて、 ニデルメール音楽学校で生涯唯一の教職につき、フォーレ、アンドレ・メサジェ、ウジェーヌ・ジグルなどを教える。特に、フォーレとは、中世の友人となった。夫フ婦フ戦争終了後の1871年には、フランク、フォーレらと共に、国民音楽協会を設立し、フランス音楽の振興に努めた。サン・サーンスは作曲家、ピアニスト、オルガニスト、指揮者として、 国際的に活躍したが、パリでは長い間その作品に反対する意見が多かった。その状況がはっきりと変わるのは、1881年にアカデミー会員に選出され、1883年のオペラヘンリー・パッセイ初演が大成功を収める頃のことだった。57歳の1892年には、ケンブリッジ大学から名誉博士号を贈られ、 1901年には、ビルヘルム二世から、プールルメリット勲章を授与された。1913年、78歳のサンサーンスは、レジオンドヌール勲章の最高位であるグランクロワを贈呈されている。1921年、アルジェリア旅行中に86歳の生涯を閉じ、葬儀は、その多大な功績にふさわしく国葬で執り行われた。モーツァルトとハイドンの精神で育った、 サン・サーンスはバッハやベートーベンの作品にも精通し、若い時期にはメンデルスゾーンやシューマンに影響を受けている。その一方で彼の音楽は本質的にフランス的なものを表現しているとされ、ノルベール・デュ・フルクはサン・サーンスの美学を厳密な設計、明晰な構築、論理的な展開、節約された線的、化性的手段と表現し、ロマン・ロランは サン・サーンスを古典的フランス精神のただ一人の代表者と表している。こうした美学は生涯を通して大きく変わることはなかった。サン・サーンスは映画ギーズ校の暗殺のため1908年という極めて早い時期にオリジナルの映画音楽を作曲したことに象徴されるように幅広い分野に多くの作品を残している。中でも重要なのは 当時のフランスでは、新作が礼遇されていた、公共曲や室内楽曲、競争曲といった分野である。国民音楽協会の解説と合わせ、これらの作品によって彼は、フランス音楽史へ大きな足跡を残した。前半生までは、当時先進的とされた、シューマンやリストの作品を積極的に擁護し、現代音楽家、革命家とみなされていた。 形式の最大限の可変性を求めて、リストの確立した公共史の形式をフランスにいち早く持ち込んだ一人であり、競争局においては、形式面や独創と還元学との関係において多くの実験を行い、フランスにおけるこのジャンルに重要な貢献をもたらした。また、ワーグナーを早くから擁護する一人でもあったが、後にフランスに広がったワグネリズムには、 否定的な立場を取るようになった。他には、バロック音楽にも通じ、リュリ、シャルパンティエ、ラモーラの作品の工程に携わり、クラブさんの復興にも関わった。複数の組曲や70奏曲をオーパス、65などの作品では、バロック期の部曲形式への一早い興味を示している。公共曲第3番、オルガン付けやオペラ、サムソンとデリラなど、 最も独創的で最良の作品のうちいくつかが作曲された1870から80年代を経て晩年には第一次世界大戦を経験して死の直前に至るまですでに保守的とみなされるようになった作風による創作を続けた公的には依然として栄光を受けていたものの若い世代からは形式主義的で絶望的に古臭いと攻撃され彼の影響を認める 作曲家はラベルなど、わずかだった。1910年にサン・サーアンスは、私は、最初の頃は、革命家と言われた。しかし私の年齢になると、ただ先祖でしかあり得ないと書簡に記している。ただし、晩年の作品では、ピアノの処方が先的で軽くなるとと,ともに、木管楽器への変調、遠隔的な和音進行や、先方収支の増加といった特徴が見られ、 第一次世界大戦以降の世代の作曲家の美学と共通する点があると指摘されている。彼の偉大な名声も、またそれに続く形詞も、共に誇張されすぎてきたと評されるように、サン・サーンスの音楽は、しばしば不公平な評価を受けてきたが、1980年代、頃から再び彼への関心が高まり、再認識が進んでいる。音楽家として、作曲家、ピアニスト、 オルガニストとして活躍する一方、少年の頃からフランス古典やラテン語を学んだほか、詩、天文学、生物学、数学、絵画など様々な分野に興味を持ち、その才能を発揮した。文筆家としての活動は多岐にわたり、1870年代以降は音楽批評家として多くの記事を書いているほか、哲学的な著作、 一定の成功を収めた詩や儀曲などを残しており、自作の詩による声楽作品も少なからず存在する。旅行好きとしても知られ、1873年に雇用のためアルジェリアに滞在して以来頻繁に北、アフリカを訪れたほか、スペインや北欧、カナリア諸島、南北アメリカ、セイロン、サイゴンなどにも足を伸ばしている。異国風の音楽は、 アルジェリア組曲やピアノ競争曲第5番、エジプト風など多くの作品に取り入れられている。その辛辣で無頓着な言動は、人々のよく知るところであり、音楽院時代のアルフレッド・コルトーがピアノを学んでいると名乗ったのに対して、大それたことを言ってはいけないよと答えた逸話が残っている。対して、サン・サーンスが賞賛したピアノの生徒には、レオポルド・ゴドフスキーがいる。 近代を音楽にはおしなべて批判的で、未央の多調を用いた作品や、無調音楽に否定的な意見を述べている。また、ドビュッシーの公共組曲、春に対して、A 遠蝶々であることを理由に、還元楽に適さないと評し、白と黒で、お、突拍子もないもの、キュービストの絵と同じですと非難している。ただし一方で、サンサーアンスは、近代の火星が基づいている調整は、 死の苦しみにある古代の戦法が登場するであろう。そしてそれに続いて無限の多様性を持った東洋の戦法が音楽に入り込むであろう。そこから新しい芸術が生まれるであろうとも述べており、動物のシャニク肉祭の水族館や幻想曲オーパス124、七つの即興曲オーパス150など印象主義音楽の語法に接近した作品も残している。 私生活では1875年、弟子の妹であったマリロール・エミリ・トリフォと結婚し二時を設けているが、1878年には息子たちが相次いで亡くなり、1881年には妻と事実上離婚し再び母親と暮らしている。1888年に母親が亡くなってから14年の間は、定住地を持たず各地を旅行して過ごした。 ただしこれらの出来事が作曲活動に大きく影響することはなく、リンゴの木がリンゴを実らすように自分の本性の法則に従って規則正しい創作活動を続けた。バイオリンと還元楽のための作品ピアノと還元楽のための作品チェロと還元楽のための作品その他の作品オリジナル作品編曲作品2台のピアノのための作品日本語訳があるものは次の通り。 ありがとうございます。